お腹に赤ちゃんがいるママの犯行の報告もここでいいんでしょうか。婚約指輪を盗まれたが帰ってきた。解決済みの件だが、情けをかけてしまってもやもやする終わり方をしてしまったので吐き捨て。私は20代半ばのサラリーマン男、嫁も同い年、周りの同い年の友人たちが結婚してから嫁さん同士が年が近いこともあって仲良くなり、週1くらいで誰かの家に集まって女子会的なことをしていた。ある時、お互いの婚約指輪を見せ合おうよという話が出たらしく、おのおのが婚約指輪を持ち寄って我が家で見せ合いをしたらしい。嫁、A、B、C、D の5人での集まりだった。私たち夫婦はこの友人たちの中で結婚するのが一番遅かった。なので周りの旦那たちから婚約指輪にいくらかけたとか、どんなの買ったとか、いろいろ聞けてありがたかった。反面、私の見栄っ張りな性格からみんなよりも値段の高い婚約指輪を贈りたいとも思っていた。婚約指輪といえば給料3ヶ月分と言われるが、話を聞く限りでは案外みんなそこまで高いものは買っていないんだなぁと思い、自分は給料3ヶ月分以上の指輪を見栄を張って買った。とはいえ決して稼ぎのいい仕事をしているわけでもなく、こんな値段の指輪を買ったのだと知れたら嫁に怒られると思い、値段を教えず鑑定書も自分で保管し、嫁には値段を告げず渡した。と長くなってしまったが、ここまでが前提。そして細かいところは略すが、その集まりで指輪の見せ合いをし、各自指輪をしまう。なんやかんや話したりして解散。みんなが帰った後、嫁が指輪を確認したらない。そして私に連絡が入り、もっとよく探してみて、帰ったら俺も一緒に探すから、というテンプレ展開。探してみたが当然見つからず、正直私も嫁も友人嫁たちを疑ったが、証拠もなく、また炙り出しメールもなんて送っていいかわからず、警察に婚約指輪が盗まれた可能性があるとだけ報告し、その日は終わる。もうどうしていいかわからず途方に暮れていたが、その次の週で犯人が自爆した。書いてみたら短くまとめられそうにないので一旦ここで切ります。続き、翌週にまた嫁たちが集まろうと話が上がり、正直嫁が憔悴しきっていたので断らせようと思ったが、嫁が犯人がボロを出す可能性があるかもしれないし行ってくるというので行かせた。今回は A の家にお邪魔するらしい。ここからは嫁から聞いた話だが、そこで犯人の A が自爆した。 A、 あんたの指は安いんだねわらわら、買取価格5万もいかなかったよわらわら、貧乏な旦那と結婚して惨めねわらわらわら、みたいなこと言ったらしい。集まったみんなはって固まった。 A、 ほら指は返すね。何？勝手に持ち出して怒っちゃった？わらわらわら、冗談だってわらわらわら、あんた、嫁が、旦那に、指輪の値段教えてもらってないって言うから調べてきてあげたんじゃんわらわらわら、買取価格5万いかなかったから、旦那が買った指輪の新品の価格は、3倍くらいとして15万いかないくらい？わらわら、かわいそうわらわらわらという、よくわからん理論を展開した。A、泣き崩れる嫁。B、C、D が怒って A を締め、私に連絡をくれた。その後 A 夫妻との話し合いの場を設け、 A 旦那土下座。 A は何が悪いのか分かってない様子。 A の話を聞いてみると、嫁が指輪の値段を知らない、鑑定書も持ってないと聞いて確かめたくなった。店に持って行って調べてもらうと想像以上に安い買取価格を言われたので、いじりたくなった。からかっただけだから私悪くないよね、とのこと。それを聞いて A 旦那、地面に頭打ちつけるほどの勢いでまた土下座。友人の土下座を見て痛くなくて、すぐ頭を上げてくれと言った。私は指輪は返ってきたし、どこも壊れたりはしていないみたいだからもういい、 A さんも妊娠しているのだから不安定になっているのだろう、きっぱりとなかったこととして許すことはできないが、二度としないと約束してくれればこれ以上は責めたりしない、と言ってしばらくは嫁たちの集まりをやめようと提案した。ボロボロ涙を流して、すまない、謝る A 旦那の姿を見て A も号泣、ごめんねごめんね。
と繰り返して喋らなくなった。最後、そして話し合いは終了。 A が指輪を持って行った店は鑑定書がないのをいいことに安く買い叩こうとしたらしい。高い買取価格を提示されたら売られていたかもしれないと考えると恐ろしい。 A は値段が知りたかっただけと言っていたが、 A が妊婦だったということもあって、その後警察に連絡したり弁償させたりということはさせず許してしまったが、婚約指輪が盗まれたものとケチがついてしまったのがモヤモヤ。この事件で嫁に鑑定書を見せ値段も教えた。めっちゃ怒られた。見栄張りで負けず嫌いな性格直せと。くるっと平和解決とはいかなかったが、友人 A 旦那とは小学校からの友人だし付き合いは続けていこうと思ってる。このスレの人たちからは対応が甘いと言われるかもしれないが、考えた結果これで良かったと思いたい。以上報告を終わります。初めてこういったスレに報告するのでうまくまとめられなかったかもしれません。フェイクも入れていますが、おかしくなっているところがあったらすみません。